皆さんおはようございます。水曜日はけんちゃんちーちゃんの演歌朝一番の番組です。この番組は楠木健二坂井千春でお送りいたします。雪しんしんと今宵灯す明かりの中で今の好きあなただけと思い出話会えば懐かしいあの日の涙味恋に落ちた涙真珠の指輪に見えてきた恋味飲みた味酒の味嫌な雨霧雨か今宵寂しいあなたの背中今の好き忘れない思い出だけをぬるめの川あの日の恋の味酒に溺れた話さえ恋物語は好きないが恋物語は好きないが恋味涙味酒の味夜流せ会えば懐かしいあの日の涙味小指に落ちた涙さえ真珠の指輪に見えてきた真珠の指輪に見えてきた恋味涙味酒の味いや流せ。
ございます。4月24日ですけどね、はい、はい、もう第4回目になりましたけど、ね、そうですね、はい、もうそろそろになりましたね。そうですね、あの波長が上になりましたね。だんだんそうですね、はい、頑張ります、はい、ということですね、はい、お便り、まあ、なんですかね、こう始まって、はい、多分ね、皆さんね、いろんな出会いがあったと思うんですけどもね。出会い、出会い、はい、なんかいい出会いとかありました？いい出会いはね、あまりないですけど残念ですね、はい、まあですね、私はですね、まあこうやってお客さんとかね、はい、あのいろんな方にこう仕事現場で出会えることがですね、あ、感謝だなと思ってるんです。はい、さあ今日もですね、はい、頑張ってまいりましょう、ね、はい、頑張ってまいりましょう。何でも揃うおまかせ安吉、明るいスタッフがお出迎え。大垣インターのすぐ北、電話 0584-71-9234、 大垣 71-9234 まで。けんちゃん、ちーちゃんのネットで頼り。このコーナーは酒井千春の SNS、 インターネットによる Facebook、Twitter、ブログなどにテーマを決めまして寄せられたコメントをお届けするコーナーです。今週も届いてます。今週のテーマは、はい、先ほども言いましたけども、はい、出会い、出会い、はい、それではですね、読み上げてきますね。はい、あ、これはなんかこう俳句みたいになってますね。俳句、大きな希望を持ち、はい、入社式、はい、中川さんからいただいております。はい、あの入社する時ってもうなんか夢いっぱい希望いっぱい、ね、そうですよね、はい、はい、どうなんですかね、最近はあの結構就職なんて言われてるじゃないですか。就職なんで、だからもう40件も50件もあの面接して、ね、なかなか受からないっていう話が結構聞きますよね。聞きますね。で、はい、そしてやっと入社して入って、こうやったと思って入ってね、まあ、あの職場の問題やらいろいろあると思いますけどもね。そうですね、まだね、はい、その自分に仕事を任せられて、そうです、こう大きな希望があるぞという方もお目になるんじゃないでしょうか ね、 はい、それでは続きましてのことを言いますね、はい、出会いの数だけ別れがの数がある。あ、もちろんそうですよ。笑って別れるような出会いを増やしていきたいですね。バイギバちゃん。ああ、ギバちゃん、はい、会うが別れの始め、ね、悲しいですけどね。何回会ってもやっぱり別れは必ず来るからね。そうですね、はい、まあ、ご縁があってね、こうして、はい、あの出会うのもやはりあの出会いですし、こうしてね、あの、はい、新木さんと、そうですよね、またじゃあ僕も実はね、ちょっと千春ちゃんとこの前デュエット歌ったでしょう。あ、前にそうですね、お願いします。ちょっとなんかテレビかなんかラジオで一回一緒にやってみたいなっていう気持ちの、そのまた出会いがまたあったということ で、はい、でね、はい、ありがとうございます。はい、末永くよろしくお願いします。そうですね、はい、はい、まだ読みますね。春は新たなスタートの季節です。はい、入学、入社、いろんな出会いがあります。ね、希望を持って素敵な出会いをできますように。まんじゅうやけんちゃん、あ、いつもありがとうございます。まんじゅうやけんちゃんって僕の友達じゃないですか。ね、はい、なんかね、あの犬山でね、まんじゅう屋さんをね、やられてる方なんですけどね。名前を入れてほしいな、まんじゅう会に行くのに次回お願いしますね。ですね、はい、はい、ね、本当に入社期好きか、いろんな出会いがあって、はい、多分美味しいまんじゅう屋さんじゃないですかね。私も素敵な出会いがしたいですね。はい、まだ独身でございます。あ、そうですか、はい、はい、ということで、あの出会いといえば、はい、恋じゃないですか。恋、格言をいただいておりますよ。はい、ミラクちゃんですね。ミラクちゃん、押してもダメなら引いてみろ引いてみろ、どこかで聞きましたね何でもそうなんですかね。あ、そうですよね、やっぱ押しも大事だからね。そうですね、あの楠木さんは恋に駆け引きはしますか。駆け引きっていうより僕はもう自然の流れに任せますけど。そうなんですね、はい、あまり僕は駆け引きはあんまり好きじゃないので。私はですね、うん、結構不器用なので、はい、こう待つ、実は待つタイプなんですよ。待つ女、待ってる女、早くいいんじゃないそれ、うん、ね、あ、言ってよっていう、あ、自分で告白できない、そういうタイプ。そうなんです。はい、初めて聞いたわ、そんな感じには見えないんだけどそうなんですよ、うん、ね、あの本当にこう積極的に来たらいいんですけど、ね、はい、でも出会いは大事にしたいですね。はい、あんまり臆病にならないように。そうですね、はい、はい、素敵な出会いができますように。酒の味よ流せ、岐阜市岩崎にあるカラオケ喫茶、広くて明るい店内、客席50席を設け、
発表会にもご利用いただける広いステージも設備しております。電話 058-236-0866 ドリームスタジアム2